岡本喜道作、半七鳥物町より、おふみの魂。一、私の叔父は、江戸の末期に生まれたので、その時代に最も多く行われた化け物屋敷のいらずの間や、妬み深い女の生き霊や、執念深い男の死霊や、 そうした類の陰惨な勇快な伝説をたくさんに知っていた。しかもおじは、武士たる者が妖怪などを信ずべきものでないという武士的教育の感化から一切これを否認しようと努めていたらしい。その気風は明治以後になっても失せなかった。私たちが子供の時に何か取りとめのない化け物話などを始めると、 おじはいつでも苦い顔をして、ろくろく相手にもなってくれなかった。そのおじがただ一度こんなことを言った。しかし世の中にはわからないことがある、あのおふみの一件なぞは。おふみの一件が何であるかは誰も知らなかった。おじも事故の主張を裏切るような、 この不可解の事実を発表するのが、いかにも残念であったらしく、その以上には何も秘密を漏らさなかった。父に聞いても話してくれなかった。しかしその事件の陰には、K のおじさんが潜んでいるらしいことは、おじの口ぶりによってほぼ想像されたので、私の幼い好奇心は、とうとう私を促して、 K のおじさんのところへ走らせた。私はその時、まだ十二であった。K のおじさんは、肉縁のおじではない。父が明治以前から交際しているので、私は幼い時からこの人を、おじさんと呼び習わしていたのである。私の質問に対して、K のおじさんも、満足な返答を与えてくれなかった。 まあ、そんなことはどうでもいい。つまらない化け物の話なんぞすると、お父さんやおじさんに叱られる。普段から話好きのおじさんも、この問題については固く口を結んでいるので、私も押し返して詮索する手がかりがなかった。学校で毎日のように物理学や数学をどしどし詰め込まれるのに忙しい私の頭からは、 おふみという女の名も次第に煙のように消えてしまった。それから二年ほど経って何でも十一月の末であったと記憶している。私が学校から帰る頃から寒い雨がそぼそぼと降り出して日が暮れる頃にはかなり強い降りになった。K のおばさんは近所の人に誘われて 今日は昼前から新富座見物に出かけたはずである。私は留守番だから、明日の晩は遊びにおいでよ。と、前の日に K のおじさんが言った。私はその約束を守って、夕飯を済ますとすぐに K のおじさんを訪ねた。K の家は私の家から直径にして4丁ほどしか離れていなかったが、 場所は番長で、その頃には江戸時代の形見という武家屋敷の古い建物がまだ取り払われずに残っていて、晴れた日にもなんだか陰ったような薄暗い町の影を作っていた。雨の夕暮れはことにわびしかった。K のおじさんもある大名屋敷の門内に住んでいたが、おそらくその昔は 家老とか用人とかいう身分の人の住居であったろう。ともかくも一軒建てになっていて、小さい庭には荒い竹垣が結い回してあった。K のおじさんは役所から帰って、もう夕飯をしまって、湯から帰っていた。おじさんは私を相手にして、ランプの前で一時間ほどもた愛いもない話などをしていた。 時々に雨戸を撫でる庭のやつでの大きい葉に雨音がピシャピシャと聞こえるのも外の暗さを思わせるような夜であった。柱にかけてある時計が七時を打つとおじさんはふと話をやめて外の雨に耳を傾けた。だいぶ降ってきたな。おばさんは帰りに困るでしょ何 車を迎えにやったからいい。こう言っておじさんはまた黙って茶を飲んでいたが、やがて少し真面目になった。おい、いつかお前が聞いたおふみの話を今夜聞かしてやろうか。化け物の話はこういう晩がいいもんだ。しかしお前は臆病だからな。実際、 私は臆病であった。それでも怖いもの見たさ聞きたさに、いつも小さい体を固くして、一生懸命に階段を聞くのが好きであった。ことに年来の疑問になっているおふみの一件を、はからずもおじさんの方から切り出したので、私は思わず目を輝かした。明るいランプの下なら、どんな階段でも怖くないというふうに、 わざと肩をそびやかして、おじさんの顔をきっと見上げると、強いて勇気を装うような私の子供らしい態度が、おじさんの目にはおかしく見えたらしい。彼はしばらく黙ってニヤニヤ笑っていた。そんなら話して聞かせるが、怖くってうちへ帰られなくなったから、今夜は止めてくれなんて言うなよ。まずこう脅しておいて、 おじさんはおふみの一件というのを静かに話し出した「私がちょうど二十歳の時だから元治元年京都でははまぐり御門の戦があった年のことだと思え」とおじさんはまず枕を置いたその頃、この番町に松村彦太郎という三百石の旗本が屋敷を持っていた 松村は相当に学問もあり、ことに蘭学ができたので、外国係の方へ出資して、ちょっと羽振りの良い方であった。その妹のおみちというのは、四年前に小石川西江戸川端の尾端たいおりという旗本の屋敷へ縁づいて、お春という今年三つの娘まで儲けた。すると、ある日のことであった。 そのおみちがお春を連れて兄のところへ訪ねてきて、もうおばたの屋敷にはいられませんから、暇をもらっていただきとうございます。と、突然に飛んだことを言い出して、兄の松村を驚かした。兄はその死災を聞きただしたが、おみちは青い顔をしているばかりで何も言わなかった。 言わないで済むわけのものでない。その思才をはっきりと言え。女が一旦他家へ嫁入りをした以上は、むやみに利縁なぞすべきものでもなし、されるべきはずのものでもない。ただ出し抜けに暇をとってくれではわからない。その思才をよく聞いた上で、兄にもなるほどと特心が参ったら、また掛け合いの仕様もあろう。思才を言え、 この場合、松村でなくても、まずこういうより他はなかったが、おみちは強情に死災を明かさなかった。もう一日もあの屋敷にはいられないから、暇をもらってくれ、と、今年二十一になる武家の女房が、まるでダダっこのように、ただ同じことばかり繰り返しているので、勘人強い兄もしまいにはじれだした。馬鹿 考えてもみろ。死災も言わずに暇をもらいに行けると思うか。また先方でも承知すると思うか。昨日や今日嫁に行ったのではなし。もう足掛け四年にもなり、お春という子までもある。衆と小獣との面倒があるではなし。主人のおばたは正直で物柔らかな人物。昇進ながらも無事に神の御用も務めている。 何が不足で暇を取りたいのか。叱っても諭しても手応えがないので、松村も考えた。よもやとは思うものの、世間に試しがないでもない。おばたの屋敷には若い侍がいる。近所隣の屋敷にも、自三男の道楽者がいくらも遊んでいる。妹も若い美空であるから。 もしや何かの心得違いでもしでかして、自分から身を引かなければならないような破滅に陥ったのではあるまいか。こう思うと、兄の詮議はいよいよ厳重になった。どうしてもお前が死災を明かさなければ、俺の方にも考えがある。これから尾畑の屋敷へお前を連れて行って、主人の目の前で何もかも言わしてみせる。 さあ一緒に来いと、襟髪を取らぬばかりにして、妹を引っ立てようとした。兄の剣幕があまり激しいので、おみちもさすがに途方にくれたらしく、そんなら申しますと泣いて謝った。それから彼女が泣きながら訴えるのを聞くと、松村はまた驚かされた。事件は、今から七日前。 娘のお春が三つの石工のひなを片付けた晩のことであった。おみちの枕元に、チラシ紙の若い女が、まっさな顔を出した。女は水でも浴びたように、頭から着物までびしょぬれになっていた。その物腰は、武家の方向でもしたものらしく、行儀よく畳に手をついてお辞儀していた。 女は何にも言わなかった。また別に人を脅かすような挙動も見せなかった。ただ黙っておとなしくそこにうずくまっているだけのことであったが、それが例えようもないほどにものすごかった。おみちはぞっとして思わずよ儀の袖にしがみつくと恐ろしい夢は覚めた。これと同時に自分と添い寝をしていたお春も、 同じく怖い夢にでも襲われたらしく、急に火のつくように泣き出して、ふみが来たふみが来たと続けて叫んだ。濡れた女は幼い娘の夢をも驚かしたらしい。お春が夢中で叫んだふみというのは、おそらく彼女の名であろうと想像された。おみちは 怯えた心持ちで一夜を明かした。武家に育って武家に縁づいた彼女は、夢のような幽霊話を人に語るのを恥じて、その夜の出来事は夫にも隠していたが、濡れた女は次の夜にも、またその次の夜にも、彼女の枕元に真っ青な顔を出した。その旅ごとに、幼いお春も、ふみが来た 同じく叫んだ。気の弱いおみちはもう我慢ができなくなったが、それでも夫に打ち明ける勇気はなかった。こういうことが四番も続いたので、おみちも不安と不眠とに疲れ果ててしまった。恥も遠慮も考えてはいられなくなったので、とうとう思い切って夫に訴えると、おばたは笑っているばかりで取り合わなかった。 しかし、濡れた女は、その後も、おみちの枕辺を去らなかった。おみちがんと言っても、夫は受け付けてくれなかった。しまいには、武士の妻にもあるまじき、というような意味で、機嫌を悪くした。いくら武士でも、自分の妻が苦しんでいるのを、笑って見ている方はあるまい。おみちは、 夫の冷淡な態度を恨むようになってきた。こうした苦しみがいつまでも続いたら、自分は遅かれ早かれ、得体の知れない幽霊のために、攻め殺されてしまうかもしれない。もうこうなったら娘を抱えて、一時も早く、こんな化け物屋敷を逃げ出すより他あるまいと、おみちはもう、夫のことも自分のことも振り返っている余裕がなくなった。 そういうわけでございますから、あの屋敷にはどうしてもいられません。お察しください。思い出してもぞっとするというように、おみちはこの話をするまにも、時々に息をのんで身をおののかせていた。そのおどおどしている目の色が、いかにも偽りを包んでいるようには見えないので、兄は考えさせられた。 そんなことが全くあるかしらん。どう考えてもそんなことがありそうにも思われなかった。おばたが取り合わないのも無理はないと思った。松村も、バカを言え、と頭から叱りつけてしまおうかとも思ったが、妹がこれほどに思い詰めているものを、ただ一概に叱って追いやるのもなんだかかわいそうのようでもあった。 ことに、妹はこんなことを言うものの、この事件の底には、まだ他に何か込み入った事情が潜んでいないとも限らない。いずれにしても、小ばに一度会った上で、よくその事情を確かめてみようと決心した。お前の片口ばかりではわからん。ともかくも小ばに会って、先方の両見を聞いてみよう。 万事は俺に任しておけ。妹を自分の屋敷に残しておいて、松村は草取り一人を連れて、すぐ西江戸川端に出向いた。二。小畑の屋敷へ行く途中でも、松村はいろいろに考えた。妹はいわゆる女子供の類いで、元より論にも及ばぬが、 自分は男一匹、しかも大小をたばさむ身の上である。武士と武士との掛け合いに真顔になって幽霊の公爵でもあるまい。松村彦太郎、いい年をして馬鹿な奴だと相手に腹を見られるのも残念である。なんとかうまい掛け合いの方はあるまいかと工夫を凝らしたが、問題があまり単純であるだけに、 横からも縦からも話の持って行きようがなかった。西江戸川端の屋敷には主人の小畑いおりが居合わせてすぐに座敷に通された。時効の挨拶など終わっても松村は自分のようむきを言い出す機会を捉えるのに苦しんだ。どうで笑われると覚悟をしてきたものの、さて相手の顔を見ると、 どうも幽霊の話は言い出しにくかった。そのうちに、おばたの方から口を切った。おみちは、今日お屋敷へ伺いませんでしたか。参りました。とは言ったが、松村はやはり後の句が告げなかった。では、お話申したか知らんが、女子供はバカなもので、何かこのごろ、幽霊が出るとか申して、 ハハハハ。<laughs> おばたは笑っていた。松村も仕方がないので一緒に笑った。しかし、笑ってばかりいてはすまない場合であるので、彼はこれをしように思い切っておふみの一件を話した。話してしまってから彼は汗を拭いた。こうなるとおばたも笑えなくなった。彼は困ったような顔をしかめて、しばらく黙っていた。 単に幽霊が出るというだけの話ならば、バカとも臆病とも叱っても笑っても済むが、問題がこう面倒になって、兄が離縁の掛け合いめいた使いに来るようでは、おばたも真面目になって、この幽霊問題を取り扱わなければならないことになった。何しろ、一応宣言してみましょう、とおばたは言った。 彼の意見としては、もしこの屋敷に幽霊が出る、俗に言う化け物屋敷であるならば、今日までに誰かその不思議に出会ったものが他にあるべきはずである。現に自分はこの屋敷に生まれて28年の月日を送っているが、自分はもちろんのこと、誰からもそんな噂すら聞いたことがない。自分が幼少の時に別れた祖父母も、 8年前に死んだ父も、6年前に死んだ母も、かつてそんな話をしたこともなかった。それが、4年前に竹から縁づいてきたお道だけに見えるというのが、第一の不思議である。たとえ何かの思才があって、特にお道だけに見えるとしても、ここへ来てから4年の後に初めて姿を現すというのも不思議である。 しかしこの場合、他に煎儀のしようもないから、差し当たってはまず屋敷中の者どもを集めて問いただしてみようというのであった。何分お願い申す。と松村も同意した。小畑はまず、用人のご在門を呼び出して調べた。彼は今年四十一で、不代の家来であった。 トの様のお題から、かつてさような噂を伺ったことはござりませぬ。父からも何の話も聞き及びませぬ。彼は即座に言い切った。それから若党や中間どもを調べたが、彼らは新参の渡り者で、もちろん何にも知らなかった。次に女中どもも調べられたが、彼らは初めてそんな話を聞かされて、 ただ震え上がるばかりであった。戦議はすべて不得要領に終わった。そんなら池をさらってみろ、と小畑は命令した。お道の枕辺に現れる女が濡れているというのを手がかりに、あるいは池の底に何かの秘密が沈んでいるのではないかと考えられたからであった。小畑の屋敷には、 百坪ほどの古池があった。あくる日は大勢の人足を集めてその古池の買いりを始めた。小幡も松村も立ち会って監視していたが、船や鯉の他には何の獲物もなかった。泥の底からは女の髪一筋も見つからなかった。女の執念の残っていそうな 串やかんざしの類も拾い出されなかった。おばたのほつぎでさらに屋敷内の井戸をさらわせたが、深い井戸の底からは赤い土壌が一匹浮かび出て大勢を珍しがらせただけで、これも骨折り損に終わった。千儀の鶴はもう切れた。今度は松村のほつぎで、 いやがるおみちを無理にこの屋敷へ呼び戻してお春と一緒にいつもの部屋に寝かすことにした松村とおばたとは次の間に隠れて夜の更けるのを待っていたその晩は月の曇った暖かい夜であった神経の興奮しきっているおみちはとても安らかに眠られそうもなかったが 何にも知らない幼い娘は、やがてすやすやと寝ついたかと思うと、たちまち針で目玉でも疲れたように、けたたましい悲鳴を上げた。そうして、ふみが来たふみが来たと、低い声でうなった。そら来た待ち構えていた二人の侍は、おっとり刀で屋庭にふすまを開けた。閉め込んだ部屋の中には、 春の夜の生暖かい空気が重く沈んで、曇ったような暗闘の日は瞬きもせずに親子の枕元を見つめていた。外からは風さえ流れ込んだ気配が見えなかった。おみちは我が子をひしと抱きしめて、枕に顔を押し付けていた。現在にこの生きた証拠を見せつけられて、 松村もおばたも顔を見合わせた。それにしても自分たちの目にも見えない侵入者の名を幼いお春がどうして知っているのであろう。それが第一の疑問であった。おばたはお春を透かして色々に問いただしたが、年弱の三つではろくろくに口も回らないのでちっとも容量を得なかった。濡れた女は お春の小さい魂に乗り移って、自分の隠れた名を人に告げるのではないかとも思われた。刀を持っていた二人も、なんだか薄気味悪くなってきた。幼人のご在門も,も心配して、あくる日は市ヶ谷で有名な占い者を訪ねた。占い者は、屋敷の西にある大きい椿の根を掘ってみろと教えた。 とりあえずその椿を掘り倒してみたが、その結果はいたずらに占い者の信用を落とすに過ぎなかった。夜はとても眠れないというので、おみちは昼間寝床に入ることにした。おふみもさすがに昼は襲ってこなかった。これで少しはほっとしたものの、武家の妻が遊女かなんぞのように、夜は起きていて昼は寝る。 こうした変則の生活状態を続けていくのは、花ははだ迷惑でもあり、かつは不便でもあった。何とかして永久にこの幽霊を追い払ってしまうのでなければ、おばた一家の平和を保つことはおぼつかないように思われた。しかしこんなことが世間に漏れては、家の外分にも関わるというので、松村ももちろん秘密を守っていた。おばたも、 いどもの口を封じておいた。それでも誰かの口から漏れたと見えてけしからぬ噂がこの屋敷に出入りする人々の耳にささやかれた「おばたの屋敷に幽霊が出る女の幽霊が出るそうだ」陰では尾ひれをつけていろいろの噂をするものの武士と武士との交際では さすがに面と向かって幽霊の宣言をするものもなかったが、その中にただ一人、すこぶる不遠慮な男があった。それがすなわち、おばたの屋敷の近所に住んでいる、K のおじさんで、おじさんは旗本の次男であった。その噂を聞くと、すぐにおばたの屋敷に押しかけていって、ことの実費を確かめた。 おじさんとは平生から特に懇意にしているので、おばたも隠さず秘密を漏らした。そうして、なんとかしてこの幽霊の真相を探り極める工夫はあるまいかと相談した。旗本に限らず、御家人に限らず、江戸の侍の持参難などというものは、概して無役の暇人であった。 長男は無論その家を継ぐべく生まれたのであるが、次男三男に生まれたものは、自分に特殊の才能があって、新規お召し出しの特典を受けるか、あるいは竹の養子に行くか、この二つの場合を除いては、ほとんど世に出る見込みもないのであった。彼らの多くは、兄の屋敷に厄介になって、 大小を横たえた一人前の男が何の仕事もなしに日を暮らしているという、一面から見ればすこぶるのんきらしい、また一面から見ればすこぶる悲惨な境遇に置かれていた。こういう余儀ない事情は彼らを勝って法順乱打の高等遊民たらしめるより他はなかった。彼らの多くは道楽者であった。 退屈しのぎに何か断れかしと待ち構えているやからであった。K のおじさんも不運に生まれた一人で、こんな相談相手に選ばれるには屈強の人間であった。おじさんは無論喜んで引き受けた。そこでおじさんは考えた。昔話の綱や金時のように、雷光の枕元に物々しくのいをつかまつるのは、 もう時代遅れである。まず第一に、そのおふみという女の素性を洗って、その女とこの屋敷との間に、どんな意図が繋がっているかということを探り出さなければいけないと思いついた。ご当家の縁者、または飯遣いなどの中に、おふみという女の心当たりはござるまいか。この問いに対して、 おばたは一向に心当たりがないと答えた。縁者にはむろんない。召使いはたびたび出替わりをしているから、いちいちに記憶していないが、近い頃にそんな名前の女を抱えたことはないと言った。さらにだんだん調べてみると、おばたの屋敷では昔から二人の女を使っている。その一人は、事業所の村から奉公に出てくるのが例で、 他の一人は江戸の受け宿から随意に雇っていることが分かった。受け宿は音羽の酒屋というのが代々の出入りであった。お道の話から考えると、幽霊はどうしても武家奉公の女らしく思われるので、K のおじさんは遠い事業所を後回しにして、まず手鹿の酒井屋から選索に取り掛かろうと決心した。 おばたが知らない遠い先代の頃に、おふみという女が奉公していたことがないとも限らないと思ったからであった。では、何分よろしく。しかしくれぐれも恩密にな。と、おばたは言った。承知しました。二人は約束して別れた。それは、三月の末の晴れた日で。 おばの屋敷の八重桜にも青い葉がもう目立っていた。三。K のおじさんは、音羽の酒屋へ出向いて、女の奉公人の出入り帳を調べた。代々の出入り先であるから、酒屋からおばの屋敷へ入れた奉公人の名前は、ことごとく帳面に記されているはずであった。おばの言った通り、 最近の帳面には、おふみという名を見出すことはできなかった。三年、五年、十年と、だんだんに遡って調べたが、お冬、お服、お房、すべて負の字のつく女は一つも見えなかった。それでは、事業所の方から来た女かなあ。そうは思いながらも、 おじさんはまだ合情に古い帳面を片端から食ってみた。酒屋は今から三十年前の火事に古い帳面を焼いてしまって、その以前の分は一冊も残っていない。店にあらん限りの古い帳面を調べても、三十年前が行き止まりであった。おじさんは行き止まりに突き当たるまで調べ尽くそうという意気込みで、すすけた紙に残っている 薄墨の筆の跡を根よくたどっていった。帳面はもちろんお畑けのために特に作ってあるわけではない。酒屋や出入りの書屋式の分は一切集めて横閉じの厚い一冊に書き留めてあるのであるから、おたという名をいちいち拾い出していくだけでもその面倒は容易でなかった。ことに長い年代にわたっているのであるから。 筆跡も同一ではない。おれ釘のような男文字の中に糸くずのような女文字も混じっている。ほとんど金ばかりで子供が書いたようなところもある。そのおれ釘や糸くずの混雑を丁寧に見分けてゆくうちには、こっちの頭も目もくらみそうになってきた。おじさんもそろそろ飽きてきた。 面白づくで飛んだことを引き受けたという後悔の念も刻してきた。これは江戸川の若旦那。何をお調べになるんでございます笑いながら店先へ腰をかけたのは、四十二三の痩せぎすの男で、島の着物に島の羽織を着て、誰の目にも生地の仇と見える町人風であった。 色の浅黒い、鼻の高い、芸人かなんぞのように表情に富んだ目を持っているのが、彼の細長い顔の著しい特徴であった。彼は、神田の半七という岡っ引きで、その妹は神田の名人下で時わずの師匠をしている。K のおじさんは、時々その師匠のところへ遊びに行くので、 兄の半七とも自然婚意になった。半七はおっぴきの仲間でも幅利きであった。しかしこんな家業の者には珍しい正直なあっさりした江戸っ子風の男で、御用を傘に来て弱い者をいじめるなどという悪い噂はかつて聞こえたことがなかった。彼は誰に対しても親切な男であった。 相変わらず、忙しいかね。と、おじさんは聞いた。へえ、今日もご用で、ここへちょっと参りました。それから、二つ三つ世間話をしている間に、おじさんはふと考えた。この半七ならば、秘密を明かしても差し支えはあるまい。いっそ何もかも打ち明けて、彼の知恵を借りることにしようかと思った。 ご用で忙しいところを気の毒だが、少しお前に聞いてもらいたいことがあるんだが。と、おじさんは左右を見回すと、半七は心よくうなずいた。なんだか存じませんが、ともかくもうかがいましょう。おい、おかみさん、二階をちょいと借りるぜ、いいかい彼は先に立って狭い二階に上がった。 二階は六畳一間で薄暗い隅にはつづらなどが置いてあったおじさんも後から続いて上がっておばたの屋敷の奇怪な出来事について詳しく話したどうだろううまくその幽霊の正体を突き止める工夫はあるまいか幽霊の身元が分かってその法事供養でもしてやればそれでよかろうと思うんだが まあ、そうですね。と、半七は首をかしげてしばらく考えていた。ねえ、旦那、幽霊は本当に出るんでしょうかさあ、と、おじさんも返事に困った。まあ、出ると言うんだが、私も見たわけじゃない。半七はまた黙ってタバコを吸っていた。 その幽霊というのは武家の召使いらしい風をして水だらけになっているんですね。早く言えば皿屋敷のお菊をどうかしたような形なんですね。まあそうらしい。あのお屋敷では草草しのようなものをご覧になりますかと半七は出し抜けに思いもつかないことを聞いた。主人は嫌いだが、 奥では読むらしい。時期この近所の田島屋という貸本屋が出入りのようだ。あのお屋敷のお寺は下屋の上園寺だ。上園寺。へえ、そうですか。と、半七はにっこり笑った。何か心当たりがあるかねおばの奥様は お美しいんですかまあ、いい女の方だろう。年は二十一だ。そこで旦那、いかがでしょうと、半七は笑いながら言った。お屋敷方のうちわのことに、私どもが首を突っ込んじゃ悪うございますが、いっそこれは、私にお任せくださいませんか。二三日のうちに、きっとラッチを開けてお目にかけます。 もちろんこれはあなたと私だけのことで、決して多言はいたしませんから。K のおじさんは半七を信用して万事を頼むと言った。半七も受け合った。しかし自分はあくまでも影の人として働くので、表面はあなたが探索の役目を引き受けているのであるから、その結果をおばたの屋敷へ報告する都合上、 ご迷惑でも明日からあなたも一緒に歩いてくれとのことであった。どうで暇の多い体であるから、おじさんもじきに承知した。商売人のうちでも腕利きと言われている半七が、この事件をどんな風に扱うかと、おじさんは多大の興味を持って明日を待つことにした。その日は半七に分かれて、おじさんは深川の某所に開かれる っのにたその晩は遅く帰ったので、おじさんは来る朝、早く起きるのがつらかった。それでも約束の時刻に、約束の場所で半七にあった。今日はまず、どこへ行くんだね。菓子本屋から先へ始めましょう。二人は音羽の田島屋へ行った。おじさんの屋敷へも出入りするので、 貸本屋の番頭はおじさんをよく知っていた。半七は番頭にあって正月以来かの小畑の屋敷へどんな本を貸し入れたかと聞いた。これは帳面にいちいち記してないので番頭も早速の返事に困ったらしかったがそれでも記憶の中から繰り出して二三種の読み本や草草子の名を並べた。その他に 薄墨草子という草草子を貸したことはなかったかねと、半七は聞いた。ありました。確か二月頃にお貸し申したように覚えています。ちょいと見せてくれないか番頭は棚を探して二冊続きの草草子を持ち出してきた。半七は手に取って、その下の缶を開けてみていたが、 やがて七八丁あたりのところを繰り広げて、そっとおじさんに見せた。その差し絵は、武家の奥方らしい女が座敷に座っていると、その縁先に腰元風の若い女がしょんぼりとうつむいているのであった。腰元はまさしく幽霊であった。庭先には柿つばたの咲いている池があって、 腰元の幽霊は、その池の底から浮き出したらしく、髪も着物もむごたらしく濡れていた。幽霊の顔や形は、女子供を怯えさせるほどに、ものすごく描いてあった。おじさんはぎょっとした。その幽霊のものすごいのに驚くよりも、それが自分の頭の中に描いている、おふみの幽霊にそっくりであるのに脅かされた。 その草草子を受け取ってみると、下代は、新編薄墨草子、ため長氷町作、と記してあった。あなた、借りていらっしゃい。面白い作ですぜ。と、半七は例の目で意味ありげに知らせた。おじさんは、二冊の草草子を懐に入れて、ここを出た。 私もその草を読んだことがあります昨日あなたに幽霊のお話を伺った時にふいっとそれを思い出したんですよ」と往来へ出てから半七が言った「してみるとこの草草子の絵を見て怖い怖いと思ったもんだからとうとうそれを夢に見るようになったのかもしれない」いいえまだそればかりじゃありますまい。 まあ、これから下屋へ行ってごらんなさい。半七は先に立って歩いた。二人は安藤坂を登って、本郷から下屋の池の端へ出た。今日は朝からちっとも風のない日で、母春の空は青い玉を磨いたように晴れ輝いていた。日の宮倉の上には、トンビが眠ったように止まっていた。 少し汗ばんでいる馬を急がせてゆく、遠乗りらしい若侍の神傘のひさしにも、もう夏らしい光がキラキラと光っていた。小畑が菩提所の上円寺は、かなりに大きい寺であった。門を入ると山吹きがいっぱいに咲いているのが目についた。二人は住職にあった。住職は四十前後で、 色の白いヒゲの跡の青い人であった。客の一人は侍、一人は御用聞きというので、住職もそりくに扱わなかった。ここへ来る途中で、二人は十分に打ち合わせをしてあるので、おじさんはまず口を切って、おばの屋敷にはこの頃怪しいことがあると言った。奥さんの枕元に女の幽霊が出ると話した。 そうして、その幽霊を退散させるために、何か家事祈祷の術はあるまいかと相談した。住職は黙って聞いていた。して、それは、殿様奥様のお頼みでござりまするかまた、あなた方のご相談でござりまするかと、住職は、珠をつまぐりながら、不安らしく聞いた。 それはいずれでもよろしい。とにかくご承知くださるか。どうでしょう。おじさんと半七とは、鋭い瞳の光を住職に投げつけると、彼は青くなって、少しく震えた。修行の浅い我々でござれば、果たして既読のあるなしは、お受け合い申されぬが、ともかくも、一心を凝らして、 特奪の祈祷をつかまつるといたしましょう。何分お願い申す。やがて自分時だというので、念の入った精進料理が出た。酒も出た。住職はいっぱいも飲まなかったが、二人はたらふくに飲んで食った。帰るときに住職は、おかごでも申しつけるのでござるが、と言った。 紙に包んだものを半七にそっと渡したが、彼は突き戻して出てきた。旦那、もうこれでよろしゅうございましょう。お正名、震えていたようですから。と半七は笑っていた。住職の顔色の変わったのも、自分たちに丁重な地層をしたのも、無言のうちに彼の幸福を十分に証明していた。 それでもおじさんはまだよくふに落ちないことがあった。それにしても小さい子がどうしてふみが来たなんて言うんだろう。わからないね。それは私にもわかりませんよ。と半七はやはり笑っていた。子供が自然にそんなことを言う気遣いはないから、いずれ誰かが教えたんでしょうよ。ただ、 念のために申しておきますが、あの坊主は悪い奴で、延命院の二の舞で、これまでにも悪い噂がたびたびあったんですよ。それですから、あなたと私とが押しかけていけば、こっちで何も言わなくっても、先方はすねに傷で震え上がるんです。こうして釘を刺しておけば、もうつまらないことはしないでしょう。私のお役はこれで済みました。 これから先はあなたのお考え次第で、おばたの殿様へはよろしきようにお話しなすってくださいまし。では、これでごめんをこむります。二人は池の旗で別れた。四、おじさんは帰りに本郷の友達のうちへ寄ると、友達は自分の知っている踊りの師匠の大さらいが、 柳橋のあるところに開かれて、これから義理に顔出しをしなければならないから、気候も一緒に付き合えと言った。おじさんもいくらかの目録を持って一緒に行った。綺麗な娘子供の大勢集まっている中で、明かりのつく頃までワイワイ騒いで、おじさんはいい心持ちによって帰った。そんなわけで、その日はおばたの屋敷へ、 探索の結果を報告に行くことができなかった。あくる日、おばたを訪ねて、主人のいおりにあった。半七のことは何にも言わずに、おじさんは自分一人で調べてきたような顔をして、草草子と坊主との一情を自慢らしく報告した。それを聞いて、おばたの顔色はみるみる曇った。おみちは、すぐに夫の前に呼び出された。 新編薄墨造紙を目の前に突きつけられて、お前の夢に見る幽霊の正体はこれかと厳重に吟味された。お道は色を失って一言もなかった。聞けば、上園寺の住職は破壊の堕落うだという。貴様も彼にたぶらかされて、何かフラチを働いているのにそうやるまい。まっすぐに言え、 夫にいくら責められてもおみちは決してフラチを働いた覚えはないと泣いて抗弁したしかし自分にも心得違いはあるそれは重々恐れ入りますと言って一切の秘密を夫とおじさんとの前で白状したこのお正月に上園寺に御参拳に参りますと和尚様は別までいろいろお話のあった末に 私の顔をつくづくご覧になりまして、しきりにため息をついておいでになりましたが、やがて低い声で、ああ、ご運の悪い方だ、と、独とり言のようにおっしゃいました。その日はそれでお別れ申しましたが、二月にまたお参りをいたしますと、お嬢様は私の顔を見て、また同じようなことを言って、 ため息をついておいでになりますので、私もなんだか不安心になってまいりまして、それはどうしたわけでございましょうと、こわごわ伺いますと、お嬢様は気の毒そうに、どうもあなたはご相がよろしくない。ご亭主を持っていられると、今にお命にもかかわるような災いが来る。できることならば、 ひとり身におなりあすばすとよいが、さもないと、あなたばかりではない、お嬢様にも恐ろしい災難が落ちてくるかもしれないと、諭すようにおっしゃいました。こう聞いて、私もぞっとしました。自分はともあれ、せめて娘だけでも災難を逃れる工夫はございますまいかと、押し返して伺いますと、お嬢様は、 お気の毒であるが、親子は一体、あなたが災いを避ける工夫をしない限りは、お嬢様も所詮逃れることはできない、と、そう言われた時の、私の心は、お察しくださいまし、と、おみちは声を立てて泣いた。今のお前たちが聞いたら、 一口に迷信とかバカバカしいとかけなしてしまうだろうが、その頃の人間、ことに女などはみんなそうしたものであったよ。と、おじさんはここで宙を入れて、私に説明してくれた。それを聞いてから、お道には暗い影がまつわって離れなかった。どんな災いが降りかかってこようとも、自分だけは、 前世の約束とも諦めよう。しかし、可愛い娘にまで巻き添えの災いを着せるということは、母の身として考えることさえも恐ろしかった。あまりに痛々しかった。おみちにとっては、夫も大切にはそういなかったが、娘はさらに可愛かった。自分の命よりも愛おしかった。第一に娘を救い、 合わせて自分の身を全うするには、秋も明かれもしない夫のうちを去るより他にないと思った。それでも彼女はいくたびか躊躇した。そのうち2月も過ぎて娘のお春の節句が来た。おばたの家でもひなを飾った。人を白桃の影をおぼろに揺るがせるひな壇の夜の明かりを。 おみちは悲しく見つめた。来年も再来年も無事にひな祭りができるであろうか。娘はいつまでも無事であろうか。呪われた母と娘とはどちらが先に災いを受けるのであろうか。そんな恐れと悲しみとが彼女の胸いっぱいに広がって、哀れなる母は今年の白酒に酔えなかった。 おばたのうちでは、いつ日の日にひなを片付けた。今更ではないが、ひなの別れは寂しかった。その日の昼過ぎに、おみちが貸本屋から借りた草草子を読んでいると、お春は,は母の膝に取りつきながら、その挿絵を無心に覗いていた。草草草は、かの薄墨草詞で、むごい主人の手打ちにあって、 カキツバタの咲く古池に沈められたおふみという腰元の魂が奥方の前に形を表してその恨みを訴えるというところでその幽霊がものすごく書いてあった幼いお春もこれにはよほど脅かされたらしくその絵を指してこれ何とこわごわ聞いたそれは ふみという女のお化けです。お前もおとなしくしないと、庭のお池からこういう怖いお化けが出ますよ。脅すつもりでもなかったが、おみちは何心なくこう言って聞かせると、それがお春の神経を強く刺激したらしく、引きつけたように真っ青になって、母の膝にひしとしがみついてしまった。その晩に、 お春は襲われたように叫んだ。ふみが来たあくる晩もまた叫んだ。ふみが来たとんだことをしたと後悔して、おみちは早々にかの草草草しを返してしまった。お春は二晩続いておふみの名を呼んだ。後悔と心配とで、おみちもろくろくに眠られなかった。そして、 これがかの恐ろしい災いの来る前触れではないかとも恐れられた。彼女の目の前にもおふみの姿が幻のように現れた。おみちもとうとう決心した。自分の信じている住職の教えに従って、ここの屋敷を立ちのくより他はないと決心した。無心の幼子がおふみの名を呼び続けるのを利用して、 彼はにわかに階段の作者となった。その偽りの階段を口実にして、夫の家を去ろうとしたのであった。バカな奴め、と、おばたは自分の前に泣きふしている妻を呆れるように叱った。しかし、こんな浅はかな女の企みの底にも、人の母として、我が子を思う愛の泉の潜んで流れていることを、 K のおじさんも認めないわけにはいかなかった。おじさんの取りなしで、おみちはよう,ように夫の許しを受けた。こんなことは、兄の松村にも聞かしたくない。しかし兄の手前、屋敷中の者どもの手前、なんとか収まりをつけなければなるまいが、どうしたものでござろう。おばたから相談を受けて、 K のおじさんも考えた。結局、おじさんの菩提寺の僧を頼んで、表向きは絵体の知れないおふみの魂のための追善供養を営むということにした。お春は医師の領事を受けて夜泣きをやめた。追善供養の区力によって、おふみの幽霊もその後は形を表さなくなったと、 まことしやかに伝えられた。その秘密を知らない松村彦太郎は、世の中には理屈で説明のできない不思議なこともあるものだと首をかしげて、日頃自分と親しいさんの人たちに密かに話した。私のおじもそれを聞いた一人であった。 おふみの幽霊を草草子の中から見つけ出した半七の鋭い岩力を、K のおじさんは今さらのように感服した。上園寺の住職は、何の目的でお道に恐ろしい運命を予言したか。それについては、半七もあまり詳しい注釈を加えるのをはばかっているらしかったが、それから半年の後に、 その住職は女房の罪で自社型の手にとらわれたのを聞いて、お道はまたぞっとした。彼女は危ない断崖の上に立っていたのを、幸いに半七のために救われたのであった。今も言う通り、この秘密は、おばた夫婦と私の他には誰も知らないことだ。おばた夫婦はまだ生きている。 おばたは維新後に管理になって、今は相当の地位に上っている。私が今夜話したことは、誰にも吹いしない方がいいぞ。と、K のおじさんは話の終わりにこう付け加えた。この話の済む頃には、夜の雨もだんだん小降りになって、庭のやつでの葉のざわめきも眠ったように静まった。 幼い私の頭には、この話が非常に興味あるものとして刻み込まれた。しかし、後で考えると、これらの探偵団は、半七としては朝飯前の仕事に過ぎないので、その以上の人を衝動するような彼の冒険仕事は、まだまだ他にたくさんあった。彼は、江戸時代における隠れたシャーロック・ホームズであった。 私が半七によく会うようになったのは、それから十年の後で、あたかも日清戦争が終わりを告げた頃であった。K のおじさんはもうこの世にいなかった。半七は七十を三つ越したとか言っていたが、まだ元気のいい不思議なくらいにみずみずしいおじいさんであった。養子に動物屋を開かせて、 自分は楽隠居でブラブラ遊んでいた。私はある機会からこの半七老人と婚意になって赤坂の隠居所へたびたび遊びに行くようになった。老人はなかなか贅沢で上等の茶を入れてうまい菓子を食わせてくれた。その茶話の間に私は彼の昔語りをいろいろ聞いた。 一冊の手帳はほとんど彼の探偵物語で埋められてしまった。その中から私が最も興味を感じたものをだんだんに拾い出していこうと思う。時代の前後を問わずに。